どうもこの丸ですきいたろですじゃあ今日は b ーファーストのシュントと竜兵がティファニー・ワンダーのオープニングイベントに登場したのでそちらを一緒していきます黒ブラがティファニー明るなんかさ 黒ブラーっていうだけで尊いにさ、ティファギーってなってさ、ちょっとなんかこれさ、結構すごい、いろんな方が言ってたやつなんでしょオープニングパーティー言うて。うん。そうだね。結構そのモデルの方とか、タレントの方とか、例えばそのヘイスジャンプの山田涼介くんとか、なんか結構いろんな方いらっしゃったね。 エナープもいて、ブラックピンクのロゼさんちょっとギターさんね、うん、ちょっと、初めてかもしれんけど、うんうん、<laughs> そんな人おらんね、普通。<laughs> ロゼさんおって、みたいな。確かに、あの、元の木坂の斉藤トアスカさんとか、田中みなみさんとか、ね。うん,うん。だから本当に、その、日本の、日本のさ、有名な方が、招待っていう形でっていう。で、クロブラはがさ、やっぱさ、なんかこう、そのティファニーっていうさ、やっぱちょっと、まあ、ブランドをまとって、うん まあちょっとやっぱか、かしこまったというかさ、結構まあかっこいい感じでおしゃれな感じで来るじゃん。なんかね、ちょっと大人になったね、みたいな。なんか。わかるうん。ね、なんかそのさ、お写真もさ、あるじゃん。その、やっぱその、フバニーさんで撮った写真もさ、うん、その、ねこの二人いいよね。すごい高貴な感じでさ、めっちゃかっこいいよね。そうだね。でもさ、なんか動画とかもあったじゃん。オリコンさんとかのやつとかさ、うん,うん。その、インタビューの様子とかさ、ちょっと映像であったけど、なんかその、写真とかでやっぱりすごいさ、もう貫禄も あるるし、もう本当ににかかか立派ななななられててみたいんんんそのの親戚の感情が出てくるわけじゃでもなんかさ、やっぱインタビューだと結構そのティファニーとの思い出はとかさ、結構むずそうな質問来てて、<laughs> <laughs> むずと思って。<laughs> その、まあその芸能人だからそれはさ、多少だけど、普通に考えて、まあ、その、ここの年代、この二人の年代がさ、思い出あるかって言ったらさ、なんか、<laughs> か<に>その、あ としても、ちょっとなんか、むずそうだなと思って。うん、<laughs> そうなっていうの。プレゼントみたいなイメージあるじゃん。で、誰にって言ったらちょっとまあ、ブーブーだから。そうね。一生むずそうな質問されとると思って。だからなんか、かそうそうそう。でも、まあもちろんしっかり答えてるけど、なんか、ちょっとなんか言葉を選びながらというか、うん、あ、こういうことを、こうなんか、こう、やっぱ憧れのブランドなんで、みたいな感じとかで、うん、そ,うそうそうそう、<laughs> うまくまとめてる。 感じもありつつ、でもちょっと気恥ずかしそうな雰囲気もありつつみたいな。うん、なんかちょっとこう。 安心な感じもあってさ、個人的には。やっぱ、うん、そう、やっぱ変わってない要素もちょっと見れて、インタビューだと。ちょっとかっ確かに。そうだよね。なんかその、ティファニーはもう前からすごい愛用してて、みたいな、すごいなんかそういう感じに来られてもこ、うん、戸惑うじゃん、こっちは。あってもいいけどね、うんうん、別に。うん。全然いいんだよ。<の>う,んうん。その、なんか緊張してる感じ、このかしこまった場でさ、その記者会見って、記者会見ってかそのインタビューだから、りゅうちゃんとかすごい緊張してる感じ可愛かったよね。<laughs> わかる。わか,かる。いや、どっちもちょっと緊張してたような雰囲気あるよね。そうそうそう。可愛 <laughs> かわいい。ティファニーブルーって僕もあの知ってました。みたいな、そのなんか、死に <laughs> の、みたいなさ、すごい、たどたどしくてかわいいよ。いやー、かわいかったね。それがなんかすごい癒されたわ。うん、なんか。うん うん、まだそっち、その、片足は踏み込んどるかもしれんけど、まだこう行ききってないみたいな。ああ、前から好きで俺もつけてて、みたいな。うん。ねえ。よくプレゼントで曲げてるんでみたいな感じ。<laughs> まあいいんだよ、いいんだけど、なんかちょっとね、ちょっと、なんかちょっとこちらのオタクのあれですかね、ただのね。うん。うん。 そうだね。あとはなんかそのりゅうちゃんがさそうそう、開校一番っていうかその、この、オリコンさんとかだと、インタビューの最初にさ、僕はちょっとまだ高校3年生で、みたいな、そのなんかさ、自ら年齢を言う感じも可愛くないあー、なんかいいね。てかね、ひーたろさんがもしそういう風にね、インタビュー受けて、うん、僕はまだ高校3年生なんでって言ってたら、その、高校3年生っていう、そのブランドを掲げたんだなって思ってすごいおもろいなって思うんで。<laughs> <laughs> な,んなんで俺に例えてくるんげ <laughs> 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 なんか俺まだ高校生なんで、みたいな感じで、うん。わうる。いう <laughs> 感じがあるんだけど。なんで、なんかりゅうちゃんのそれもなんかちょっと可愛かったね。その、ブランド掲げてるとは思わんけど、うん、まだ、僕はまだこう、そこまでみたいな。 その、今入りたてですよ。うん、そういう業、業界というかそういう、大人な世界にはまだちょっとみたいな感じっていうのはちょっと可愛かったね。そう,そうそうそう。うん、でもこうやってさ、シュントとリュウちゃんがそのインタビュー受けてるわけだけどさ、そのお互いね、リュウちゃんが喋ってる時はシュントが、シュントが喋ってる時はリュウちゃんが、みたいな、そう、ちょっとさ、その相手の方を見て、みたいな、うんうん、みたいな、なんかその感じもさ、いやーお、君たち、みたいな。君たち普段もっとじゃれ合ってさ、なんかさ、すごいなんかさ、わーわーって言ったりしてんじゃん。<laughs> うん、うん。なんか、なのに、ちょっとかしこまった黒ブラミンのも、なんかちょっとくすぐったいよね。くすぐったい。くすぐったいね。なんか終わった後、ちょっとわちゃわちゃするんから、やっぱこう <laughs>、ちょっとその場を離れたら、うん、あみたいな感じで。やっぱするよな、とか言っててほしい,みい <laughs> <に>、みたいな。わかるわかる、そうな。<laughs> だってもう君らステージだともうさ、アビアビアビ,アビとかさ、もう黒ブラータイムなんてすごいわけじゃん。うん、そうだね。てかさ、うん、なんか、その YouTube、そのオリコンさんのニュース見たときに、その後ま他のもさ、なんかサジェストされるじゃん。これもありますよ、うん、みたいな。うん、なんかそれもオリコンさんのニュースだったんかななんかもうベスティーさんしかわからん、ほんと黒ブラックの二人が、みたいな感じで書いてあって。<laughs> <laughs> オタクホイホイのタイトル付け取って、うん。すごいね。<laughs> そうそうそう。そう、やっぱでも認知、そもそもでさ、それ分かってないとタイトル付けないじゃん。そのね、黒ブラ、ね、っていうこと、うん、うんうん。だからなんか、ちょっと嬉しかったよね。だからまあそれホイホイするよね、えー、と思って <laughs>。そうそうそう,そう。えー、ちゃんとこの二人が黒ブラって分かってらっしゃる方がメディアにいるってことだよね。その、メディアの中に。う,んう,んうんそうだね、えー。あとやっぱさ、黒ブラってだけでやっぱすごい尊いから、このティファニーで立派な二人と、昔の黒ブラの写真を あの合わせててあげるオタクめっっちゃおって <laughs> 結構見たん、ね、で、何人か。わかるわかる。私なんならなんかもう、ほんと名古屋の時の二人みたいな、練習の、練習スクールとか行ってた時の二人の写真とか上げてる人とかいて、うん、へーみたいな。<laughs> き すっと思ってさ、りゅうちゃんとかもうキッズじゃんと思ってさ。ね本当に。いや、見た見ためっちゃ可愛かったよね。そう、私、ね、ちょっと小声だけど、ちょっと共有してしまったもんね。いや、そう,そうそう、送られてきた。うん、そう、送られてこから、すごいめっちゃ可愛かったもん。朝一。<laughs> 朝一に送ったから。朝起きたら、すごい幼い黒ブランでできて、<laughs> ートークに、すげえ可愛かったもん。<laughs> めちゃくちゃ可愛いよね。うん、それと比較したらやばないなんか。 確かに。ああ、一生擦れる。うん、そのエピソード。やばいね。だってさ、そんなさ、二人が、今や、ティファニーのイベントに。うんうん。すごいね、うん、全然想像してなかっただろうね、本人たちも。いや、てか、誰が想像したって感じじゃないなんか、普通に考えてさ、うん、その、よく芸人さんとかだったら、例えばね。うん。 かわいいね。で、りゅうちゃんの写真見せてこんで。かわいいから。<laughs> <laughs> すっげかわいいね。かわい,い <laughs> マジで。うん。例えばさ、その、いろん芸能界でもさ、例えば芸人さんだったらさ、昔から友達で、その友達が芸人になって今売れるとかあるじゃん。だからなんか、うん、売れた時に、その元々すごい仲良かったんですっていうのが、結構近い距離の人の場合が多いじゃん。あー、なるほど、ね。仲<間>分かる分かる。うん。友達みたいな。でもなんかその、黒ブラってやっぱちょっと年齢も離れてるし、スクールは一緒だったけど、うん まあなんか知ってるけどすごい友達な感じは多分なかったわけでしょ多分。うん、なんかそういうちょっと違ったけど重なって黒ブラーってしてると思ったらなんか、なんか新しいエモさがあるっていうかなんかうん、うん。うん。そうだよね。だってザストでさ、久々に再会してみたいな感じだったもんね。うん、本当に。そう,そうそうそう。うん、ねえ。 そんなことあるんやね。あの時のあの人が、みたいな幼少期にさ、ほら、そんなことないからさ、うん、幼少期、なんとなくの知り合いの子で一緒になんかデビューして一緒に輝くとかな,ででな、デビューした私今。<laughs> <laughs> ないもんね、そんなんね。う,うん、ない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 。いや、おもろいね。すごいね。尊いわ。あとさ、なんか、さっき誰が来てたかってさ、言ってさ、うん、その、まあ、いろんなアーティスト名も言ったけどさ、あの、ファレル・ウィリアムス、ファレルがおってさ、 うん、なんか、でキータラさんはあの二号が、二号が分かって二号と仲良い,いファレルっていう認識だと思うんだけど。<laughs> そうそうそう。<laughs> ファレルは洋楽好きだったらもう意味分からんぐらい大スターだから。あ、マジでか、うん。いや、マジマジ、めちゃくちゃってか、大スターだしもうプロデューサーだし自分も売れるしのタイプだから。うんうん、プレイヤーでもあるみたいな感じの人だから。うん、なんか、そのスターが来てると思ったら、なんかその黒村、 ちょっと見たりしたんかな。なんなら交流な、あったらいいのにぐらいに思っとるんで。ファレル、っとさ、そう、ファレル見れるなんてアーティストだったらめちゃくちゃ嬉しいと思うよ。なるほど。しかもその、まあ、B ファースだったら絶対わかるもんね。ほら、キータローはわからんけど、B ファースだったら絶対わかるもんね。うん、<laughs> キータローは、ブラックピンクさんもあんまわからんし、ディジック・ワイスさんもあんまわからんけど、<laughs> ああ、確かに。でもそういうイベントならではだよね。やっぱそういうスターたちが集まって、うん。そう。うん 絶対嬉しいよ。マジで。うん、なんかあの、え、誰に頼んたらわかるかね。まあ、ビヨンセ、ビヨンセとかそういう感じだと思うよ。本当に、ね。うわー、すご。<laughs> すごいありがとう、ビヨンセ様。<laughs> うん、触ったかな。<laughs> えーえー、なんか言っててほしいね裏でさ、ちょっとあそこにファレルいるよとか言って、シュントシュントみたいな、うん、リュウちゃんがさ、うんうん、とかそういう感じで言ってたら面白いね。うん、いや、面白いよ、うん、あとあれじゃないニッシーさんと写真撮ってなかった。見た見た、そう。ニッシーさんを挟んで黒ブラの3人のショットね。そう これもなんか良くない、うん、<laughs> なんか、なんだろうね。その親戚の感じがやっぱあるっていうか、シュ <laughs> シーさんが <laughs>、存在が。 なんだろうね、そのビーファソって社長がさ、その、ま、あプロデューサーでもあるし、社長ではあるけど、そのなんか、なんていうんだろうね、もうお兄ちゃんみたいな、うん、ま、あでも親みたいなとこもあるんか。その、仲間って感じするもんねん。そうそうそう。そうん。でさ、しかもニッシーさんさ、すごい美肌じゃん。もうすごい美しいじゃん。うんうん、なんかニッシーさん黒ブラと並んでもなんかあんまこう、なんか年齢肝心っていうかさ、その、うん、すごくないニッシーさんすごいなと思って。 ああ、確か、ニッシーさん若いよね。ニッシーさんってずっと言うのももろいにもれてる。ニッシーさん若いよね。ニッシーさんすごいなぁとも思って、うん、うん。エモショットだし、なんか、ニッシーさんはすごいなっていう。<laughs> その、確かに。20歳差ぐらいあるんじゃなかったかな、確かね。うん。ああ、でも、リュウちゃんとだったらそうじゃないそうだよね。うん,うん、うん。まあ、シュントだったらもちろん18とかそれぐらい差だと思うけど、うんうん、そうだね。親子ぐらいのあれじゃん、ほに。えー、すごいな確かに。ね、まあ、なんかよく言うじゃん。そう、なんか、 あ、すごい、本当ご兄弟みたいですね、みたいなさ、インタビュー、ガイドインタビューみたいなさ、うん、あれとかある。あれ,あれマジのやつだよね。ニッシーさんと。確かに確かに。し、そう、リュウちゃんが親子だったら、と思ったらさ。うん。うん、そうだね。えー、しかもシュンとはさ、もともとトリプレイが好きでさ、っていうさ、うん、なんかそういうのもあるから、ね。まあもう、ね、まあ前にもね、会ってたりはしてたと思うけど、こういう、ティファニーの場でっていうのはすごいね。そうだね。いつ見てもなんかさ、どうなんかね、なんかさ、もっと自分が好きな人が、まあ、社長もそうだけどさ、 こう近い距離になって。で、まあ、でもまた、まださ、ニッシーさんはさ、言うてもすごい会うわけでは多分ないじゃん。うん,うん,うん。たまに会える方だと思うんだけど、たまに会うぐらいだったらさ、やっぱまだ緊張すんのかね。うわ、するんじゃない やっぱするかまあ、そうだよね。なんか、変なとこ見られたくないって思うよね、多分ね。<laughs> 確かに。まあ、社長レベルまで行ったらね、もうさ、もう、なんかま、あ社長もビファスみたいなもんだから、その同志みたいなさ、うん、なんていうんだろう、そういう仲間みたいな感じもあるけど、うんうん、西さんとかだったらまだ緊張しそうだね。そうだね。え緊緊張えぇ、ー、緊張するー <laughs> 本物、本物ってない。本物ってない。元ネタどこ <laughs> 誰タロコ タロコ感情シュントでも、でも確かにタロコってオリジナルキャラクターだもんね。いやそうだよ。<laughs> 考えれば。<laughs> そうだよ <laughs>。そうだよっ <laughs> てか、もうよくわからなくなってきた <laughs>。<laughs> 以上のね、今回は、b ーファーストのシュントとリュウヘイが、ティファニー・ワンダーのオープニングイベントに登場したので、そちらの話をしてったんだけど、いや、なんかいいね。そのさ、音楽仕事じゃない感じの、こういうさ、こういうブランドのなんちゃらみたいなのも、本当なんかスターの仕事っていうかさ、その、うん。すごいトップのアーティストのならではだよね。 そうだね。わかる。私、こういうのを、やっぱ、そう、やっぱ、こういうちょっとさ、ゴージャス的なドレスアップしたみんなを見るの、私結構好きで。うん。うん。なんか、着飾ったみんなっていいよね。なんか、私大好きで、やっぱ、中りんささんのパリコレとか見ちゃうもん。それと一緒の感じ、本当に。わ <laughs> かるわかる。なんか、その、普段の衣装とはまた違う感じだもんね。<laughs> うん うん。そう,そうそうそう。で、またこの黒黒っていうのと、あと、やっぱさ、シュンと鍛えてるから、なんかもう、厚みすごいな、みたいな。ああ<ー>、バディ。わかるわかる。うん、なんかこの、そうだね、このジャケットもちょっと薄手だからさ、なんかわかるもんね、うん、そういうライン的なやつが。うん、そう、あの、腕のたくましさもね。ここの。うん。あと、リュウちゃんはやっぱ本当に、まだこう、高校3年生とは思えんっていうかさ、本当大人っぽすぎる。うん、いや、そう、うん。ありえんね。ねどんどん大人 あの色気まとっとるよね。あとあれやろシュプールの、シュプールじゃない銀座かな銀座のりゅうちゃんね。あの銀座の、あー、写真のやつ。めっちゃよかったよね。うん、ねえ、ね、あの雑誌のさ、うん、あの写真のりゅうちゃんマジ最高じゃんと思ったもん。キータさん潰れてたもんね。そう、もう良すぎて。やばいみたいな。やばい。 夢メキそう。私もそう、あれ、うわ、これ、りゅうちゃん呼ばーと思ってさ。うん。いいね、あれもかっこよかったね、本当に。うん。てかやっぱそういう仕事増えたよね、そう思ったら。ああ、確かに確かにそうだね。確かにそうかも。うん、いいよね。こういうなんか、うん、いいね、雑誌もいいね。わかるよ、いいよ、いいよ。うん、雑誌のスタイリングもほんといいからね。わかる。 分かるいろ、うん、んな意味で分かるよ。ねい<え>ろんなアーティストがそう思っとるんやから。<え>雑誌のいいなわ、うんうん、かるわかる。まあ、だからさビーファーストの次の活動が楽しみだよね。そうだね <music>